猫があなたを噛む時の本当の理由。猫は引っかくというイメージの方も多いと思いますが、実は噛むことも多いのです。子猫のうちは歯が痒くて噛んだり、遊び心から噛んだりすることもしますが、甘噛みでもかなり痛いものです。猫はとてもマイペースで自由気ままな生き物です。犬のように嬉しい時に尻尾を振ったり、知らない人が来たからといって吠えたりしない猫は、要求や感情を猫なりのやり方で伝えているのです。今回はそんな猫の行動の意味をいくつかお伝えします。もみもみ。猫が前足でもみもみするのは、母猫からミルクをもらっている時の仕草なのです。もみもみすることでミルクを促す効果があるのです。あなたが猫にもみもみされたら、あなたを母猫であるかのように気を許し甘えているのです。軽い頭突き。鼻先でツンツンしてくるのは猫の挨拶です。猫は愛情や友情を軽い頭突きのような仕草や、頭をすりつけてくる仕草で表現します。お腹を出して寝転がる。多くの猫の飼い主さんたちはこれをリラックスしている状態であると思っています。これは猫があなたのことを信用している証拠です。とても心地よい気持ちの時に取るポーズなのです。プレゼントをくれる。猫を飼ったことがある人なら経験したことがあるかもしれませんが、散歩のお土産。鳥やネズミや隣の庭から盗んできた洗いたての靴下などなど。そんな猫からのプレゼントは、あなたに対する愛情表現そのものです。猫はあなたのことが大好き。プレゼントでありがとうを伝えようとしているのです。ついてくる。場所を移動するたびに猫がついてくることはありませんか？コンピューターの前に座ってキーボードに打ち込み始めたら、キーボードの上に座る。椅子に座りかけた瞬間に膝の上にいたり、キャットフードの缶を開ける音がしていなくても、これをする猫はあなたのことをとっても愛しています。ずっとそばにいたいの。そんな気持ちの表れです。喉を鳴らす。ほとんどの場合、猫は機嫌がいい時に喉を鳴らします。でも猫を飼っている方なら知っているかもしれませんが、実は落ち着かない状況でも喉を鳴らします。獣医に連れて行かれる時や車に乗る時など。喉を鳴らすのには、研究によれば気持ちを落ち着かせる癒しの効果があるそうです。普段とは違う状況でも喉を鳴らすのはこのためなのです。目を見つめる。猫があなたのことをまっすぐ見つめてくる場合、猫はあなたとのつながりを感じている証拠です。でもあなたからは見つめないようにしましょう。これは挑戦的と捉えられてしまうからです。猫が目を見つめるのは力関係を確認するためだそうです。ご飯をくれる人として認められると、猫はあなたをしっかり見つめてくれます。つながりの強さに自信を持っても大丈夫です。そして最後になりましたが、指を噛む。人間に傷をつけることなんて実は簡単にできてしまいます。それでも優しく傷一つつけずに指をかみかみしてくれる場合は機嫌がよく、あなたがそこにいることが嬉しくてしょうがないことを表現しています。あなたに心を許している証拠なのです。ただし撫でている時に急に噛んだりする時は、怪我をして痛みがあったりと触れられたくないところがある場合があるので、そんな時は病院に連れて行って医師に相談することをおすすめします。いかがでしたか？猫は猫なりの行動で私たちに感情を伝えてきているのですね。我が家の猫も撫でてと甘えてきたと思うとガブリと噛んでくることがありますが、その理由が分かって安心しました。
マイペースで気ままな猫ですが、その行動にはいろいろな意味があるようですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。